栗太郎さん、ちょっと聞いてもいいですかなんだよ、改まって。戦国時代ってあるじゃないですか。日本史の時代区分の。あの戦国時代の始まりっていつからなんですかね。なんだ三尾は、戦国時代の始まりに興味があるのか戦国時代の始まりといえば、一般的には応仁の乱とか言われていますが、最近では… 冥王の西変説もあったりいろんな説がありますよね。戦国時代の始まりはいつからなのか物知りな栗太郎さんに聞けば何か教えてもらえるかなと思って物知りな栗太郎さんそれいいねもっと言ってよ。俺褒められて伸びるタイプだから。 ただ戦国時代の始まりには諸説あるからな説明するのは難しいかもしれねえなそうですか栗太郎さんが説明できないって言うなら密定の梨坂覚蔵さんにでも聞いてみますおいおいちょっと待てよ分かったよ三つの頼みじゃしょうがねえな戦国時代の始まりについて 俺が調べた研究結果を分かりやすく説明してやるよよろしくお願いします皆さんこんにちは、みつおです今日は戦国時代の始まりについて解説していきます本日の進め方ですが 1. 戦国時代とは 2. 定説 1. 応仁の乱説 3. 定説 2. 冥王の政変説 4「新説」「文明九年説」の4つのパートに分けて現在フリーランスの足軽としてご活躍中の栗太郎さんに分かりやすく説明してもらいますまずはじめに戦国時代について簡単に説明しておく戦国時代は日本史の時代区分であり 室町時代末期の15世紀末から16世紀末にかけての全国的に戦乱が頻発した時代をいうんだなんでで全国的な戦乱が起こったんですかね一つには室町幕府や将軍家の権威が失墜し誰も言うことを聞かない無政府状態になっちまったんだ <noise> 関白も務めた近衛久通京は その様子を古代中国の戦国時代のようだとし日記に「現状を憂いて戦国の世のごとし」と書き残している当時の人も戦国時代って認識はあったんですね戦国時代の始まりを語る上で幕府や将軍の権威の失墜が重要なポイントになるな <music> だから戦国時代の始まりを室町幕府が統治機能を失った「応仁の乱」とする説が一般的だな戦国時代の始まりは「応仁の乱」ですか「応仁の乱」は「応仁元年」から「文明9年」までの11年の間京都を中心に始まった守護大名の覇権争いだな慣例の細川勝元と山名宗前が東軍・ 西軍に分かれて戦ったんですよね。やがてこの戦乱は全国に広がっていったんだけど室町幕府や将軍にはこの大名同士の争いを収めることができず権威の失墜を招いたと言われているなただ応仁の乱は所詮幕府の内輪もめだからな戦国時代の始まりとするにはちょっと根拠が薄いな 確かに戦国時代を代表する重要なキーワード「下国上」って漢字もありませんしね次に戦国時代の始まりとされるもう一つの説「冥王の政変」について見ていこう最近では室町幕府や将軍が権威を失った決定的な出来事として冥王の政変を挙げる場合が多いな。 つまり冥王の政変が戦国時代の始まりってことですか冥王の政変は冥王2年に起きた慣例細川政元による将軍の首をすげ替えた事件だな細川政元は自分の意に沿わない将軍足利義樹を排し新たに足利義経を擁立したんだ 慣例の細川正元が思うがままに将軍をすげかえるとはまさに下克上ですね。明王の政変は将軍の権威失墜を決定づけたけれど、この時すでに戦乱の日の子は全国に広がっていたからな。もう戦国時代に突入していたとも言えるな。 なるほど全国に戦乱の火の粉が広がり幕府にこの戦乱を止める力がなかったとしたらすでに戦国時代は始まっているとも言えますねそうなると戦国時代の始まりは応仁の乱以降冥王の政変前ってことになりますが俺は戦国時代の始まりを文明9年と考えている文明9年 文明9年は応仁の乱が終わった年だただし明確に勝負が決したというよりも守護大名たちが戦費の負担もあって京都にとどまり続けることもできず主戦派の西軍大内正宏も両国の守護を安堵されることを条件に 幕府に降伏したことで、なし崩し的に東軍の勝利が確定した。応仁の乱は一応東軍が勝利したんですね。それで栗太郎さんが戦国時代の始まりを文明9年とする根拠は何なんですか三くん、いい質問だね。 ところで光男は応仁の乱が何で始まったか知ってるか応仁の乱のきっかけは確か家督を争った畠山義弘と畠山政長が戦った五稜合戦ですよね文明9年っていうのは応仁の乱の原因ともなった畠山義弘が西軍で唯一降伏を受け入れず河内と大和に侵攻し 武力を持って実効支配した年でもあるんだつまり畠山義弘は幕府の命に従わずに河内と大和で独立したってことですかだから畠山義弘を最初の戦国大名とする説もあるぐらいだ戦国時代の始まりを初めての戦国大名が登場した文明9年とするのが俺の説の根拠だちょっとすいません 栗太郎さんは戦国時代の始まりについてずいーぶんとお詳しいようですが、戦国時代の始まりは全国一律ではなく地域によって異なり、関東では小学坊、足利氏と関東寒で上杉氏の対立によって起こった教徳の乱をはじめとする説もあるんですよ。 恐るべしあなしさかかくぞ教徳の乱を戦国時代の始まりとすると文明9年説より22年も早まっちまうじゃねえか最後までのご視聴ありがとうございました。歴史を学ぶ チャンネルでした。